はい、皆様どうも、マフロです。それでは、ファークライ5やっていきましょう。はい、前回終わりにね、失敗したサイロ潰しに行ってみようと思います。この前後ろからやられたからな、ちょっと気をつけなきゃな。誰もいない、今回は。そんなわけないよな。カルト基地。カルト基地が近くにいたから敵がいたのか。とりあえず今のところ人の気配なし。誰かいるな、あっちの方に。車か。あ、違う。やべえ、なんかでっかいのいるぞ。あれはまずい。あれはまずいぞ。勝てる気がしねえ。これって壊せばいいのかな。ブーマー行っちゃダメだ、あいつは。前回ね、素敵なものを手に入れたんですよね。これです。ロケットランチャー、これで壊せばいいかな。ブーマーもちょっとはず離れておくよ。行くぜ。これでどうよ、素敵。じゃあカルト基地の解放ですな、今度はな。お、七面鳥、七面鳥がいる。サイロ行け。サイロじゃないですよ。ブーマー行け。あれ、ブーマーどこ行った。いたいた。遠かったか。あ、待って、あんまそっち行っちゃいかん。偵察。パッキング施設。インターフェース切り替えって何。ああ、そういうこと。とりあえず今のところ2人確認。ちょっと裏からも回ってみようか。そんなに人数はいなそうか。ユ
優先順位して、あスクワットしてる、あこれ人質か、なんかうろうろしてる、今んとこ2人確認、中にいたら分かんないもんな、3人目、こいつスニークできそうだな、言っちゃダメダメダメ、ちょっとおとなしくしてて、気づかないかい、4人いたね、危ない危ない、戻ったところを狙うぜ、気にする必要はなさそうだ、あ、ロケットランチャーダメ、こいつからもなんか取れたかも、フルか、きっとここにある、あと2人だな、違うってなんで蹴るの、ロケットランチャーなんか装備危なすぎる、よしあと2人、何クマみたいなのがいるぞ これ出てくんのひょっとして、
いつ出てきたら厄介だな。あ、やばい、こっち見てる。あ、こっちから無理だな。よしよし、ナイスブーマー、おとなしくしとれ。戦闘になったら活躍してもらうけん。よし、あと一匹か。あれ、まだいる敵。解放ってならないね。あいつか、クマがいるからか。警報器を無効にする。あ、まだ一匹いるやん、あっちに。お、こっち向いてる。気づかねえな、歌ってるから。危ねえ危ねえ。いるのか。こいつ倒さなきゃダメ。あ、出てきた、やべ出てきた出てきた。出てこれるのか、危ねえ。なんか、やばい、警報器鳴らすとか言って向こうにしといたけどね。まだ一匹いたのか。
まさかのクマが出てくるとは。お、兵士だ。やっと。息子が小さかった頃は毎年秋になるとあそこへリンゴ狩りに連れて行った。あそこにはいい思い出がたくさんある。誰もがな、取り戻してくれてありがとう保安官。今回は一つ借りだな。どでかい怪獣を始末しなきゃならない。外では注意しろよ。よくあそこを解放してくれた保安官。エデンズゲートと戦ってくれる連中が大勢いると言ったな。彼らにはリーダーが必要だった。仕事があるぞ。ようやくそれを手に入れたらしい。カルトから勝利すればするほどお前に手を貸そうとする人たちも増える。ダッチアウト。どでかい怪獣を始末しなきゃならないんだ。とりあえず傭兵ね、部隊こいついらなくね。いつの間にかいなくなったやつ。駆除業者を探してる。よくカルトどもを排除してくれた。で、他のものも頼めないか。売れた果物があるからクマが来るんだ。普段は捕獲してからより安全なところに放してるんだ。だがこのクマはカルトが蓄えてた祝福に入っちまったんだ。そのせいで凶暴になってる。捕獲は危険すぎる。狩るしかない。さっきのクマからそういえば何か取れたっけ。いなくなった。とりあえず前にハドソン保安官が危ない。早くハドソンを助けてくれ。保安官一人でここまでやれるんだ。二人いたらすごいことになる。やっと。目をつけられた奴はみんな誘拐された。油断するなよ。弾満タンなのか。さて、じゃあ近くを、あ、4あるね。バーナー欲しいんだよな。止めとこ。あれどこ行くの。どっか行った。ここのやつだよね。兵士の使い方がよくわからんのだが。カルトが本気を出せば捕まっちまうぞ。どうやって使うの。仲間がエデンズゲートのことを警告しようとしたら鼻で笑った男がいたらしいわ。イカれた海賊にも残忍な独裁者にも殺されなかった俺がカルトにビビってられるかったって。とりあえず、武器ショップ、ガレージ。これ何？赤いの。カルトの遺跡。ここ行ってみようか。あれ動いてる。遺跡動いてる。あれ関係ないのか。遺跡動いてる。動いちゃったよ。とりあえず
こいつに会いに行けばいいのかな。果樹園で裏で排除し、熊排除しろって。熊なあ、どうやって排除しよう。ロケラン使うのもなあ。ハンドガンじゃでも強いんだよな、熊。ミッションをターゲットするには、どれだ、これか、サイドミッション、追跡。どこ、あっちの方、結構遠いやん。ハンドガンじゃ心細いな。なんで一発でやっちゃおうか。爆発させたら向こうとかないよ。なんだこれ。そして特殊任務のためにここに送られたビッグマンからの命令だ。すごいことだ。あ、追いかけてきてる。になる。あっと失礼。テープを回収したい。あれが公表されれば彼の面目は丸つぶるだ。ジョセフの家族の一人がそのテープを持っている。奴はそれを隠した。そこでお前の出番というわけだ。俺は他の奴らを誘導する。お前は奴の後を追ってくれ。必ずテープを発見し回収してほしい。国のためにやるんだ。カルトの問題程度のことは国が解決してくれる。なんか時間かかりそうなもん受けちゃったな。よし、着いたぞ。残りの道は歩きで行け。いいか、復唱しろ。使うなら軍用照準器だ。不確実性を排除できる。ヘリ飛んでます。この塔にある装置にアクセスするんだ。
カルトの奴らを根絶やしにしてやれ。いるね、一匹ね。あそこにもいるね。ちょっとプーマくん、ダメダメ、おとなしくしといて。まず手前のあいつをなんとかしたいね。隠れるとこが少ないからな、厳しいな。よし、入り口は確保した。あと何人だろうな。あそこに一人、二人、三人。見えるのは三人か。裏側にもいるかもしれないもんな。おお、こんなすぐなのか。あと3人で間違いなさそうだな。じゃあいっぱいいるな。これ打ち合いになると厳しいな。でもステルスでは厳しいな。見晴らしがいいからね。サイレンサーが欲しい。これは足らないだろう。いいか副将次郎、使うなら軍用照準器だ。不確実性を排除できる。6ラウンドでは確実に1匹はやっつけれるけどな。おおおいおい、人が慎重に言ってんのにいきなり撃つな、アホ。何してくれてんねん、ほんま。やられたかな。なんてことしてくれんだあいつ。トラブルメーカーとしか思えないぞ。
ぱおおすげえ撃ってきてるやん。はい、これで減らそう。これ以上は無理だ。見事だったぞ、保安官。さあ、塔に来てくれ。やっつけたか。お前いらんことしてくれるな。人が慎重にやってんのに、ほんまに。忠告だ。ベッドが濡れた。繰り返す。ベッドが濡れた。誰だ、どうしてこの周波数に。説明してる暇はない。お前たちのバンカーは侵入された。すぐに移動しろ。クソ、ボイドの家にヘリを送ってくれ。あとは何とかする。よし、ビンゴだ。尾行を始めるぞ、保安官。ボイドの家に行き、標的がヘリに乗ったら後を追ってくれ。いいか、皮肉に聞こえるかもしれないが、血を流すのはダメだ。偵察だけだぞ。指示がない限りターゲットと交戦はするな。時間通りに。お前が言うな。ジャンプスーツを持ってるなら塔から飛び降りて追ってくれ。持ってなければさっき見かけたバギーを使え。さあ行け。行け保安官、奴を尾行しろ。え、どこよ。急げ保安官、奴が逃げるぞ。マジか。うん、まあついてこれないでしょこれ。あれ？失敗？なんで？なんで失敗した今。ちょっと待ってよ。どうすんの？飲むもんがないやん。あった。おう。いやーちょっと時間がないから焦っちゃうな。いやリアルの時間がねもう。これ実は仕事前にやってるからやべえんだよ。早く終わらせたい。よし、あいつをヘリに乗せてやれ。えが、やつがテープをどこに隠してるか探り出すぞ。殺しなんてどんなバカだってできる。獣と人間を隔てるのは情報活動だ。
危ない危ない危ない。やばいやばい。標的はホテルの従業員だった。ラグジュアリースイートの客を詮索しすぎてケツに火がついたんだ。下品な表現だが、その男はクレムランディアを逃げ出しアメリカに逃げ込んだ。当然ジョセフが奴を見つけ隠れる場所を提供した。あのヒゲモジャの神様もどきに大物と交渉するカードを与える気はない。やべやべ、アウチアウチ、遠ざかっていく。やばいやばい、アウチ。保安官、今度は暴力を使う。奴が降りてきたら一帯を確保しろ。探しているのはハードコピーだ。おそらく古い VHS テープだろう。今そっちに向かってる。手に入れておいてくれ。ビデオテープ。早く早く、時間がないよ。登る。上から入れそうってことか。おお、またなった。入れないな。いた。なんだここは。終わった。これでクリア。戻らなきゃいけん。探してる暇がない。大統領、テープの回収に成功しました。今なんと。本当ですか。参謀長。喜んで。12時間後には到着します。すまない。もっと大きな魚を釣らなきゃならなくなった。これ以上ここに時間を割いてる暇はない。昔のアメリカでは約束は必ず守られた。だがここは今のアメリカだ。確かにお前は助けを求めていた。だがこれがアメリカなんだ。そういえばそばがこんなことを言っていた。片手に希望、片手にクソ、人生そううまくはいかないよ。とな。ああ、祖母に会いたくなった。それじゃあな。殴っていいか。まあ、とりあえず終わった。兄弟姉妹たちよ、ルールに従っていない者たちがいる。我々から奪っている者たち
ちがいる。マーザーの正当な所有物を盗んでいる。人殺しであり臆病者だ。だが神が見ている。神が我々を彼らに導いてくれる。彼らは発見され罰せられるだろう。当たるか。これはファーザーのご意志だ。よし、ロケラン便利だな。やべ、なんかいる。ジップがカルトに襲撃をかけようとしてるらしいわよ。彼、度胸はあるんだけど、行かれてるから。誰か一緒に行ってあげた方がいいかもしれない。激戦だったな。おい、どこ行くんだ。はい、まあとりあえずヘリ乗れんのかな、これ。操縦はできないのか。違う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 。乗れるんだ。けどもう時間がないんだって。それにここどこよ。これ保存されるかな。こっから降りたら死ぬやん。はい、とりあえずもうちょっと本当に時間がないんでね、今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。